段ボールを開けることができるハサミです。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。よくね、こういう段ボール荷物が届いて段ボール開けようと思った時にカッターでピーって開けて、でパカッて開いて、で段ボールの中にさらに箱が入ってたりとか、袋の中に入ってたりとか、封筒が入ってて、その封筒切らなきゃいけないっていう時に、今度ハサミ使うじゃないですか。でまたその中のやつを開けてとかってやると思うんですけど、荷物が届いたっていう時に毎回カッターとハサミ2つ用意しなきゃいけないっていうのがちょっとしたストレスになると思うんですよ。そんなストレスを解消してくれるものがあるんです。箱開けって言ってコクヨから販売されている 2way ハサミなんですけども、一見ただのハサミのようでいて、実はねここにね刃が出てきてカッターとしても使えるんですよ。段ボールを開けることができるハサミです。これ結構いろんなメディアで紹介されてて話題になってたので、ちょっとね便利そうだから使ってみようと思って買ってみました。2つのモードで使える便利なハサミって書いてありますね。本当にこれ使い勝手がいいのかどうかちょっとやってみたいと思います。では開封していきます。はい、出てきました。見た目結構おしゃれでかっこいいハサミですね。このスイッチをスライドしてこのハンドルを握ると、ここに刃が出てる状態、ここで段ボール箱のてっぺんをこう開ける、でこの握りをパッてグリップを外すと刃がなくなると、こんな感じのキャップもついてます。もう普段はこうやって収納しておく。じゃあ早速箱開けで段ボール開けてみたいと思います。スイッチをスライドした状態でグリップを握る、これでオープンですね。あ、もう普通にね切れますね。普通に切れます。はい、普通に切れました。これいいなと思ったのが、刃の部分がちょこっとしか出ないから、このね中を傷つけなくていいっていうのがすごい便利ですね。さすがコクヨさんですね。ちゃんとその辺も計算されてると。しかもここの刃の接着面が少ないから、糊とかもねここにつきにくいようになってるらしいんですよ。これいいですね、すごい便利。みるみるランド。今度こっちのハサミの方ちゃんと切れるのかやってみたいと思います。あ、もう紙もね普通にジョキジョキ切れますね。紙も普通にジョキジョキ切れます。これほんと便利ですね。あとはこのラベルだけ剥がしたいっていう時あるじゃないですか。これも便利です。箱開けモードにしてこのラベルの周りですね、ここをさーっと切れ目を入れてあげる。こんな感じで切れ目を入れたらば、あとはこの段ボールの表面だけをこうやってねピリピリって剥がしてあげれば、ほらもうこんな風にねラベルが簡単に剥がれると。もうこんな風にしてラベル剥がしにも使えるっていうね、これ便利ですね。というわけで今回はコクヨから販売されている 2way バサミ箱開けのご紹介でした。これほんとね便利だからやってみてください。ではさようなら。